ザテラスホテルズ株式会社は、沖縄県のリゾートホテル及び映画館などを運営する企業。沖縄県大手建築業の国場組の子会社であり、ホテル事業は地元資本の観光ホテル業大手の一つで、映画館事業は県内最大手である。沖縄県名護市部、瀬名岬地域の総合リゾート開発計画である、ブセナリゾートの中核企業の一つ。 1985年12月に、名護国際観光株式会社として設立。2002年6月に、名称変更。2007年3月、親会社の国馬組経営再建に関連し、親会社が営んでいた、シネマ、外食、病院、燃料、保険、火薬の流通6事業を、約150億円で事業譲とされた。親会社の国馬組が運営していた。 映画館を2007年に引き継いで運営されている。流栄による桜坂シネコン流栄兵館から2019年にユナイテッドシネマパルコシティ浦添えが開館するまでは沖縄本島のロードショー系の映画館は当社が運営を独占していた。また、東映、ギャガ配給作品は桜坂シネコン流栄兵館前は上映されなかった。 シネマ Q がある三 a n a h メインプレイスシネマパレットが入居するパレットをく文字。ありがとうございます。